第10回目になりました。本社の梱包場に来ました。まずですね、右上に、今日出荷の予定のものが、全部リストに載っています。でその、下に、今日の出荷するものっていうのが表示されています。何がどのように出荷するっていう情報をここに全部書き込んでありますので、担当者は、ここから情報を見ながら、全国1800箇所に出荷していくことになります。商品が揃いましたら、このように、全部梱包していきます。梱包して傷がつかないようにお客様に出荷するということで、こちらで、全部の商品を管理しています。でその時に、商品が持っている情報っていうのをここで管理しますので、はい、このように、出荷の準備ができると、全てが丸になって出荷できますという、ランプがつきました。これで今日出荷することになります。これを今から梱包して出荷します。はい、梱包しまして、ここから、全国1800箇所に、送られていくことになります。はい、これで、完成です。でこの上から、送り状を貼りまして今度出荷していく形になるんですけど、送り状を出してちょうだい。はい、じゃあこれは明日はお客様に来ますので、さようなら。